フマルサンジメチルは、フマル酸のメチルエステルである。フマル酸の化合物名は、カラクサケマンに由来する。その他3種類のフマル酸エステルと組み合わせた DMF は、もっぱら、ドイツにおいて、感染の傾向治療薬として認可を受けている。2013年以降、再発性多発性硬化症の成人のための治療オプションとして、 アメリカ食品医薬品局によって認可されている。2017年 DMF の神経抗剤系が欧州医薬品庁より中等度から重度の尋常性感染の治療薬として承認された。DMF は大きな免疫抑制を起こさずに免疫調節作用を持つと考えられている。DMF は湿気の多い気候での保管や輸送中のカビの発生を防ぐために 家具や靴の殺生物材としても使用されてきた。しかし、皮膚接触後のアレルギー反応の事例があるため、DMF を含む消費者向け製品は、欧州連合での製造及び輸入が、もはや認可されていない。ドイツでは、DMF は感染の治療薬として販売されており、関連化合物と混合した蛍光製剤として入手可能である。英国では、 純粋な蛍光製剤として販売されている。また、米国では、再発性多発性硬化症の成人の治療に、蛍光剤として販売されている。感染の治療には、DMF は 30mg と 120mg の錠剤で処方され、た日の最大投与量は 720mg である。多発性硬化症の場合は 120mg と 240mg。 1>, 1日の最大容量は 480mg である。2015年の国連システマティックレビューでは DMF 対プラセボの試験で2年間の治療期間にわたって再発した再発性 MS を持つ人々の数の減少について中等度の質のエビデンスを発見しただけでなく、障害の悪化の減少の質の低いエビデンス及よびより長く、 フォローアップを行った質の高い研究の総合的な必要性が示された。感染の概要剤としてのフマルさんの最初の医学的使用は、1959年にドイツの科学者であるワルター・シュベーコンジによって記述され、感染のための概要剤であった。スイスのフューマホルム社は、1994年にドイツで感染を対象とした。 DMF 蛍光剤であるヒューマダームを発売した。本剤の有効性と安全性、および DMF が主な有効成分であるというエビデンスに基づき、オールマイラル社が DMF の蛍光製剤を開発した。この蛍光製剤は2017年6月に欧州において成人の中等度から重度の尋常性感染の治療薬としてエマの承認を取得した。 多発性硬化症治療のための DMF の使用に関する最初の臨床研究はフューマホルム社がバイオジェンアイドック社と共同で行ったがその後フューマホルム社は2006年にバイオジェンアイドック社に買収されたまたスウェーデンのアディテックファーマ社も MS に対する DMF の蛍光製剤の研究を行っており2010年にはデンマークのフォワードファーマ社が アディテック社の特許を取得した。バイオジェン社は、フューマホルム社の DMF 系光製剤を、BG-12 というコードネームで開発を続け、2013年3月には、テクフォデラという商品名で、成人の再発型 MS の治療薬として、承認された。バイオジェン社はこの薬剤の米国での価格を、年間5万4000ベイドルとした。欧州では2014年に承認された。 英国では、ナイスが、費用対効果が高いとして、本材を推奨するガイダンスを発表したが、活動性の高い、または、急速に進行する重度の再発性多発性、効果症ではない患者のみが対象で、バイオジェン社が、割引価格で提供することに同意した場合のみが、対象となっている。フォワード社とバイオジェン社は、多くの法的管轄区域で、特許訴訟を起こしており、 2017年に、両社は、訴訟を解決し、バイオジェン社は、フォワード社に12億5000万ベイドルを支払い、様々な管轄区域での特許の状況に応じて、最大で10%の使用量を支払う可能性があるとしている。2020年6月、バイオジェンとマイランとの間の訴訟で、ウェストバージニア州の米国連邦地方裁判所は、バイオジェンのいわゆる514特許は、 ジェネリック競争からテクホデラを保護しているとして、無効を宣告した。この判決により、マイランは数日以内に、自社版テクホデラを発売する権利を得たが、バイオジェンは、抗争を予定していた。フマルサンジメチルは、親油性で、一組織内での移動性が高い分子である。DMF はアルファベータ不法は吸電子性化合物であるため、下毒剤であるグルタチオンの、 マイケル不可反応により素早く攻撃される。これらの反応を経て、全身に分布する前に、フマル酸モノメチルに代謝される。DMF は、プロドラッグと説明される。DMF は、フマル酸モノメチルの潜具体である。他にも、2019年10月に、FDA から承認された、ビアメリティをはじめ、再発間改正多発性効果症の治療薬として、フマル酸 モノメチルに代謝されるプロドラッグが開発されている。DMF の正確な作用基準は明らかにされていない。DMF 及び MMF は転写因子関連因子に経路を活性化することができ、MMF はインビトロでニコチン酸受容体アコニストとして同定されている。しかし、NRF2 の発言を書いたマウスにおいて、DMF は依然として免疫系を調節することができ。 このことは、NRF2 がその免疫調節作用に必要とされないことを示している。感染の場合、その作用基準は、感染の発症に直接関与する細胞の細胞内、還元型グルタチオンと MMF の相互作用によるものと考えられている。グルタチオンとの相互作用により、核内転座が阻害され、活性化 B 細胞の核内因子カッパ系差、 エンハンサーの転写活性が阻害される。さらに最近では DMF 及び MMF は多発性硬化症及び感染における病原性細胞の産生に不可欠なマイクロ RNA-21 の発現を低下させることが示されている。これは細胞と化生代謝物としての DMF 及び MMF が発達中のメム細胞における代謝。 エピジェネティック相互作用を介して、マイクロ RNA-21 の発現を、エピジェネティックに調節することができるために、達成することができる。DMF 及び MMF の主な活性は、免疫調節であると考えられており、その結果、ヘルパー T 細胞が、スイッチ及び、ス柔軟なプロファイルからスに表現が大とシフトする。炎症性サイトカイン酸性は、 プロアポトーシス事象の誘導、ケラチのサイト増殖の抑制、接着分子の発現の減少、感染性プラーク内の炎症性浸潤の減少によって減少する。主な排泄経路は CO2 の国旗であり、少量は尿や糞便から排泄される。DMF とチトクロム P450 や最も一般的な排出、取り込みトランスポーターとの相互作用を示す証拠はなく、がって、 これらの系で代謝、または輸送される、医薬品との相互作用は予想されない。実験室での DMF 合成にはいくつかの方法が存在し、マレインサンジメチルのアルケン異性化、フマル酸のフィッシャーエーステル化などが報告されている。フマルサンジメチルは工業化学で使用される古い化合物でトン単位で購入することができる。2012年の時点では、 メートルトンあたり1ドルから50ドルで購入することができ、最低購入量は2トンである。本化合物は、電解水素化に量化反応を受ける。感染の治療において、最も一般的な有害事象は、消化管事象、顔面校長、リンパ球減少であり、大抵は軽度である。その他の有害事象として、進行性達成白質脳症や反抗に、症候群などがありますが、 これらは稀なものと考えられている。PML はおそらくいくつかの因子の組み合わせによって引き起こされると考えられている。JC ウイルスへの過去の感染は PML 発症の前提条件と考えられている。PML のレビューでは確認された症例は全て様々なリンパ球現象の期間にさらされた患者のものであった。多発性硬化症に対しては 副作用として、顔面包丁や下痢、吐き気、上腹部痛などの消化管事象が報告されている。薬剤表示には、アナフィラキシーや血管性不腫、PML、リンパ球減少症、肝障害などの危険性についての警告が記載されている。DMF が妊娠中の胎児にどのように影響するかについての情報はない。動物実験では、 臨床的に関連する要量で胎児に害があった。新しく購入したソファや椅子のフマルサンジメチル接触アレルギーが関係していると思われる重度の接触皮膚炎の事例がある。フマルサンジメチルは非常に低濃度においてアレルギー監査剤であることが明らかにされており治療が困難な接触アレルギーによる失神を生じる。濃度が 1ppm と低い場合でも 最も重篤な症例でアレルギー反応を引き起こす可能性がある。同じように強力な監査物質はほんの一握りしかない。監査リスクが世間の注目を集めたのは中国のメーカーであるリンクワイズ社が保管や輸送中のカビを抑制するために内部に DMF の小袋を入れた二人掛けソファを製造したポイズンチェア事件がきっかけであった。 2006年から2007年にかけて販売されたフィンランドでは60人のユーザーが重度の発信に見舞われた。原因はフィンランドのタピオ・ランタネによって DMF 誘発性アレルギー反応と特定され、現状論文はブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ダーマトロジーの2008年7月号の表紙となった。イギリスではアルゴス・ランド・オブ・レザー、 ウォームズリーファーニッシングが販売したソファに本科学物質が含まれていたため100人以上が被害を受けた。アルゴスは店舗からソファを引き上げ販売されていたものを回収するために購入者に連絡した。ランド・オブ・レザーは購入者に通知することなくソファを店頭から引き上げ、ウォームズリーは危険性が明るみに出た後彼らが販売したソファから小袋を削除したと述べた。 BBC の番組ウォッチドッグが2008年にソファについて消費者を警告したことで危険性が世間の注目を浴びるようになった。欧州連合では1998年から消費者向け製品の製造における DMF の使用が禁止され2009年には DMF を含む消費者製品の輸入も禁止された。2009年3月17日の EU 委員会。 決定2009-251は加盟国に対し2009年5月1日以降 DMF を含む消費者製品が市場に出回っていないことを確実にするよう求めた。これにより EU 域内での DMF を含有した消費者向け製品の販売が無条件に禁止された。決定2009-251で定められた DMF の禁止は 製品中の DMF 濃度の最大値を 0.1ppm と定めたものである。同決定では 0.1ppm を超える DMF を含む消費者製品は市場から回収し消費者からリコールされるべきであるとしている。ありがとうございます。